待って、待ってください、話を聞いてください。魔導王にしてナザリック地下大墳墓の絶対支配者であるアインズ様の姿で。アインズ様であれば決してされない行為でした。いや、あれは見事で、土下座などしたところで何かを失うわけでもない。いい感じに毒をまいてくれたな。あの結界のことですね。真なる無を所持しているアルベトだけに破ることができたことから、アウラに渡しているサンガシャ食図に近い能力を持っている。 HP が消耗しておりました。何らかのスキルではないのでしょうか。それに他にも力の発動時に HP が減ったという話ではないか。はい。ワールドアイテムには複数の能力を持つものがある。これのあまりにも能力の系統が違いすぎる。やはりリクという存在にはもう一度負ける必要があるな。敵の完全な情報がいるのだ。はは。俺が本当に蘇られるかはまだ確証が得られていない。彼らが死んで終わったという伝説がある以上、蘇ることができないのかもしれない。死という最悪の敗北を避けるための敗北であるなら容認すべきだ。私も王都へ戻る。最後の締めをしなくてはならないからな。これでも悪役には少しこだわりがあるのだ。ウルベルトさんたちほどではないがな。その通りだよ、アルベド。本当にその通りだ。